曜日9時になりました。私ミュージシャンの不思議レモンによる西城秀樹さんのコーナーということで、西城秀樹初心者ながらさまざまなコーナーを木曜日9時に、しておりますが、今日はレモン秀樹特集ということで、初企画ということで、さまざまな西城秀樹さんの特集を、していきたいなと、思っておりますけども、今日は、西城秀樹シングル売上ベスト10ということで、秀樹さんの過去のシングル楽曲の売上ベスト10を今日はお送りしていきたいなと思っております。そしてエンディングには秀樹さんのファンの方からのお便りコーナーもございますので、ぜひ最後までどうぞよろしくお願いいたします。さあということでね、もっと早くにこの企画やっておけばよかったなというような感じで、もうこのシングルベスト10を見ればですね、秀樹さんのどの曲が人気あるのかっていうのがね、もう一目瞭然ということで、今までもう地図もなく、もうずっとね走り続けてた感じもいたしますけども、さあそれでは西城秀樹さんシングル売上ベスト10早速いってみたいと思います。それでは第10位、1979年、勇気があれば30万8000枚ということでね、勇気があればというね楽曲なんですけどもね、どっかでなんか聞いたこと、タイトル見たこともあるんですけどもね、ベスト10の中に入るっていうことですから、もう相当な人気曲ということで、1979年ですからね、80年代にこう入ろうという境目の楽曲でございますけどもね、どんな感じの曲か聞いてみたいですけどね。西城秀樹シングル売上ベスト10第9位、1974年、バラの鎖33万4000枚ということでね、やっぱり秀樹さんはバラとか鎖とかがね、より似合う感じもしますけどもね、この曲も聴いたことない、さっきの勇気があればも聴いたことないですし、このバラの鎖という楽曲も聴いたことないんですけど、1974年ですからデビューして2年目という感じのね楽曲ですけどもね、なんかかっこよさそうな楽曲でございますけどもね。それでは第8位、1976年、君を抱かれて熱くなれ33万6000枚ということでね、これね、ちらっとこう検索とかかけてる時にちらっと見えてしまったんですけど、作詞悪友って書いてたんだすっげえ気になるなっていう、タイトルからするとなんか渡辺真知子さんが歌ってそうだね君を抱かれて熱くなれっていうような感じの楽曲ですけどね、阿久先生の作詞なんですかね。いや、この曲を本当に聴いてみたいなという、感じもいたしますけども、それでは第7位、1974年、傷だらけのローラ34万枚ということでね、あ、ローラって僕はもっと上ベスト3ぐらいに行くのかなと思ったんですけど、7位ということで、あ、そして1974年ですから、ローラも結構初期というか、秀樹さんの初期にね、もうヒットした。前だから、初見で全曲聴いてみるのコーナーで、今、まあ5曲ほど言ってますけども、まあ、傷だらけのローラーってかなり、じゃあ、もうちょっと頑張ったら出てくるという感じですかね。ブーツを脱いで朝食が1978年ですよね。そう考えると、やっぱり結構初期のね、曲という感じなんですかね。いや、本当にいい曲ですからね、傷だらけの。もっと上に行ってもね、いいかなという感じもいたしますけども。次は第6位。1975年、恋の暴走。34万1000枚ということでね。1975年ですから、まあ、デビューしては3年目ということでね。恋の暴走ですからね。まあ、秀樹さんが暴走するわけなんですかね。この辺もどういう歌なのか聞いてみたいというね、感じもいたしますけども。それでは、第5位。1973年、愛の十字架、35万2000枚ということでね、この曲はでもどうなんですかね、かなり有名な曲ですよね。聞いたことはないけど、なんかタイトル的にはなんか、なんとなく知ってるような感じもするんですけども、どういう感じの歌なんですかね。でも、教会とか秀樹さん似合いそうな感じも出しますからね。1973年、あ、かなり初期なんだ。ということは、もう言ったら1972年デビューですから、まあもう最初のビッグヒットみたいな感じなんですかね。すごいね、これも聞いてみたい感じがいたします。
それでは第4位、ホップステップジャンプ36万9000枚ということでね、すごいタイトルですよね。ホップステップジャンプ、なんかこう秀樹さんの曲ってちょっとこうエモーショナルな感じの、まあ、曲っていうかタイトルからしてもそうじゃない、さっきの愛の十字架とか恋の暴走、バラの鎖っていう感じで、でこのホップステップジャンプっていうのは1979年ですから、やっぱりその80年代に入るという形でちょっと今までの雰囲気をこう変えようというような感じの曲なんですかね。めちゃくちゃ聴いてみたいですね、この楽曲どういう感じのね雰囲気なんでも、ヤングマンみたいな感じなんですかね、ホップステップジャンプって。ヤングマンもちょっとそうですよね、どちらかといったらこういう今までのその秀樹さんのエモーショナルな感じとはちょっと違った雰囲気の楽曲ですよね。それではベスト3でございます。第3位、1973年、ちぎれた愛47万5000枚ということでね、前にあの秀樹エモーションのライブを見た時にですね、こうちぎれた愛を聴いてですね、いい曲だねって僕言ってたじゃないですかそんな自慢げに言わなくてもいいというね、みんなわかってるよって感じ、でも本当に、あ、これも1973年、あ、じゃあさっきの愛の十字架もそうなんだけど、このちぎれた愛も、もう初期のビッグヒット47万枚ですから、すげえ売り上げというね感じの楽曲、すごいかっこいい歌ですよね。前回まだ1回しか聴いてないですけど、あの初見の時にですね、これもちょっとね早く聴きたいなという感じもいたしますけどね。それでは第2位、1974年、激しい恋58万4000枚ということでね、やめろと言われてもですよね、1974年ですから、まあ、デビューした、あ、でもこう考えると1972年にデビューして、もう1年後、2年後ぐらいにはもうめちゃくちゃヒット飛ばしてるということですよね。いやー、すごいですね、58万枚ってやっぱ LP で58万枚売れるっていうのはすごいことですよね。それでは第1位に行く前にですね、今まで聴いた楽曲の、順位をちょっと見てみたいんですけども、11位にブルースカイブルー29万3000枚ということで、もうちょっと上かなと思ったんですけどね、めちゃくちゃいい歌だけにですね、あと16位に炎25万7000枚ということでね、炎ってあのこういうパフォーマンスは前ライブでやったじゃないですか、あれはもう言ったらあのブーツを脱いでのこういう感じのと同じようなこうパフォーマンスなんですかね。この曲も聴いてみたいなっていう感じもしますけど、あとかっこいい、タイトル見てかっこいいなと思ったのは19位のジャガージャガーってかっこいいタイトルですよね、似合いそう、めちゃくちゃ。このジャガーは23万7千枚という、一回も聴いたことないと思うわ。そして、あ、若き獅子たちね、前回あのライブのやつで聴きましたけど、めちゃくちゃいい曲、23万枚ということで、もうすっかり聴いておりますよ。まだブーツを脱いで朝食を24位、21万7千枚ということで、もうちょっと上かなと思ったんですけどね。でもざっとこういろんな順位を下まで見ていたんですけど、秀樹さんでどの曲も安定してバーッと売れているというか、うん、ですからその辺もやっぱすごいなという、どの曲もだからこう、まあ、質が高いというか、そういうね感じがいたしましたけどもね。それでは西城秀樹シングル売上ベスト10、第1位はやっぱりこの曲、ヤングマン80万8000枚ということでね、やっぱりヤングマンですね、80万という売り上げ、 LP でねすごい売り上げ枚数ですよね、まあ、1979年、あ、80年じゃないんですね、ヤングマンってね。いや、さっきのやっぱりホップステップジャンプと、まあ、ある種同年代ですから、そういうやっぱりちょっと秀樹さんの新しいその今までと違った面を見せるという、まあ、年なんでしょうね、きっとね。さあ、ということで、今日はレモン秀樹特集、初めてのね企画ということで、西城秀樹さんのシングル売上ベスト10をお送りしましたけど、いやでも本当にね、あ、なるほどと、これが秀樹さんの人気曲、まあ、イコールね、売り上げイコール人気ではないと思うんですけども、まあ、一つの目安としてのですね、
曲ということで、まあ、非常に勉強になりましたね。ということでまたレモン秀樹特集はやっていきたいと思っております。それでは本日の最後は秀樹さんファンからのお便りコーナーボギーということで、先週配信分の動画の私のツイッターの、ご紹介ツイートにリプいただいております。桃太郎さん、どうもありがとうございます。早速見させていただきました。木曜日21時が最近の楽しみになりましたということでね、もう本当にそのように言っていただいて、もういや嬉しくてね、本当にもう感激でございます。西城秀樹を取り上げていただきありがとうございますということで、なんであの秀樹さんのファンというのは皆さんマネージャーみたいな感じなんですか、ね、本当に木曜日21時が最近の楽しみになっていただいているということで、もうね秀樹さんのファンからそのように言っていただくというのは本当にね嬉しい限りでございます。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。ということでお送りしましたシーレモンによる、最後の21時のコーナーということで、また次回、お会いしましょう。ボギー、ご視聴いただきありがとうございました。ミュージシャンのシーレモンです。当チャンネルでは私の楽曲、ネットラジオ、ネットテレビ、さまざまなコーナーを配信しております。よろしければチャンネル登録、高評価の方をよろしくお願いいたします。シーレモンでした。